いどうも DJ ヨシです。イエ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 イ。どうも、今日は YouTube プレミアムっていうのに、最近入ったんですけど、それすっごいおすすめ。 YouTube 見る人だったら絶対入った方がいいんじゃないかな。でも括弧、有料なので、ちょっと でも有料なんだけど、お金払う価値あります。でどういうことか、どういう機能がついてるのかってことを、今日は説明していきたいなと思ってます。今の期間は今2020年2月の期間の間は、3ヶ月とりあえず無料で使える、お試し体験できるんで、お試しって言ってもフルで使えるんだけど、機能は、で何が便利かっていうことを、説明していきたいなと思います。とりあえず4つ便利な風になるんだけど、まずは1つ広告なしになる、そしてオフライン再生ができる、そしてバックグラウンド再生もできる、そして YouTube Music Premium っていうアプリが使えるようになるっていう感じで、この4点について説明していきます。でまず一番これが本当大事で、広告なし。結構最近うざくない、あの動画見てるとさ、なんかまず開始に、1本流れて、なんか5秒待つと、まあ、スキップできるってなって、でスキップしたと思ったらまた次また動画入るみたいなさ、なんか結構、自分はあれなんだよね。1日に、YouTube の再生時間多分3時間4時間くらい見てる、ね、まあ、かけっぱ聞き流ししてるっていうか、なんかまあすごいヘビーユーザーなわけ、でそれで広告とか入ると一回一回こう飛ばしてるのがすごいストレスになってくるの、だからまあそれが一番で、YouTube プレミアムとりあえずまずやってみ、3ヶ月無料だしやってみて、嫌だったらまあ、無料版に戻せばいいかなと思って、やったんだけど、そのまずこの広告なしっていうのが本当なんかこうなしが当たり前になってきたんだけど、今使って2週間だから、だからまああれって感じ、あれっていうか快適すぎて、これが当たり前みたいになっちゃってるんだけど、いや本当広告なしっていうのすごいよ。何の動画飛ばしてみてもすぐ見れるし、この5秒間とか長いと15秒とかさ、飛ばさなかったらもう30分の動画とかある、無料、広告とかあるじゃない。ああいうのはちょっとな、なんかまあ、まあ、実質有料版だと1180円、月かかるんだけど、まあ、1日40円の価値があるなと思うから、まあよかったら入ってみてください。はい、そして次2番、オフライン再生ね。オフライン再生、まあ自分使ってないんだけど、例えば、電波の悪いところに行く人とか、あとはそうだな、ギガの容量が結構、タイトに収まってるプランに入ってる人とか、まあ、要はオフライン再生って何かっていうと、オフラインの反対はオンラインね、インターネットつながってる状態、でオフラインはインターネットつないでない状態ね。でそれでもまあ、保存、動画をオンラインの時に保存しといて、それがオフラインの時に再生できますよっていう機能ね。例えばなんかそうだな、地下鉄乗って、まあ函館地下鉄ないけどさ、例えばシエスタの地下道を歩く時でも再生そのままできたりとか、まあ便利な人には便利かもしれない。僕はまあ使う必要がないから、あ、まあ使ったことはないんだけど、まあ使いたい人は使ってください。はい、じゃあその次、バックグラウンド再生。これもいいんだよ、バックグラウンド再生。結構さ、 YouTube 見てると、あの LINE ポーンと入ってきたりとか、まあね、いろいろメール来たりとかするじゃない。そして一回こうLINE とか開くと、それまで再生してた音声止まるじゃない。このバックグラウンド再生っていうのは、YouTube 再生中に LINE 開くじゃない、そのまま通知のボタンから。でそうすると音声はそのまま、画面は消える、音声はそのままに LINE の画面になるわけで、 LINE の返信とかしながらもその YouTube の音声が聞けちゃうっていう機能なんだけど、これは思った通り、思ってる以上にいいよ。有料にする価値あると思います。はい、でその次、 YouTube Music Premium っていうアプリが、一緒にダウンロードになりました。でこれ何かなと思ったら、邦楽だとか、まあ、いろんなジャンルあるんだけど、邦楽だとか洋楽だとかのトップ100のミュージックビデオ集とか、懐かしの90年代 J-POP 集のランキングとか、放置していたらそのまま流れたりとか、
その画面開いてなくても、ただロック画面するよね、ロック画面しててもそのまま音が流れたりするんで、もう iTunes で曲買ってる人とかもいらないかもね。iTunes は iTunes でサブスクっていうか Apple Music の機能があったりとかするんだけど、もうすごい、これ YouTube Music もすごい便利、例えば検索でミスチルとかって検索すると、YouTube にある、ミスチルの曲がこう次から次へと、終わったら次、終わったら次って流れるようになるっていう感じですね。はい、よかったら皆さん試してみてください。どうもありがとう。Ladies and gentlemenLadies and gentlemen, are you ready for start time? Yeah! Do it! Stand up, beat, DJ! Hakodate, represent! Almighty, DJ, 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 DJ,